はい、短期決戦です。10月12日8時46分です。第1423回ロト6の予想していきたいと思います。ロト6、過去10回から1が何個あるか、2が何個あるか、3が何個あるか。で、今後6回、ロト6過去2回、ロト7過去2回で1が何個あるか、2が何個あるか。で、ボーナス数字もチェックします。そうすると、12が4回出てるとかね。旗寄りが見えてきます。で、この表に入れてって、10回中4回、1回ボーナス数字が21。あ、じゃあ、10回中4回が21。10回中4回、1回ボーナス数字が12。10回中3回が20、14、24、26。10回中3回、1回ボーナス数字が20。10回中2回が1、3、7、17、37、40、43。10回中2回、1回ボーナス数字が4、5、13、15、30、39、41。6回中3回。7、14、23、24。6回中3回1回ボーナス数字。12、16。6回中2回5、10、17、20、30。で、過去10回抽出数字。で、今後6回抽出数字。で、合体させると、全部出てきた数字を書き、が出てきます。で、3公開からの連想、前回の数字からの連想展開。前回の数字を赤で示して、その両サイドをオレンジ色で示します。そうすると、なんとか分布図が、こんな感じで分布してましたよっていう、表が来ます。今来ました。ああ。で、全抽出数字。全抽出数字。全部、全抽出数字。もう一度。じゃあ、YouTube にアップするから。全抽出数字を、色付けます。2回以上出てる数字。で、出てない数字が6と38。挟まれた数字が、一回だけ出てるけど、また次出そうな数字って9、11、22、25、42。で、被っている数字。過去10回と今後6回でさらに被っている数字が5、7、10、12、14、17、24。3公開は今後6回。で、重要数字は今の重複数字ね。で、準重要数字は、ボーナス数字。で、3公開を目指す数字は、今後6、この3公開、今後6回を見て、2回以上出てる数字を書き出していきます。そして、並べ替えると、こうなりますよ。で、数字を予想していきましょう。さあ、最終的には、数字を予想するまで、ああ、そう、数字を予想するまで、あれしたいんだよ。数字を予想するところまで行きたいんだけど、な、楽天だとね、数字予想してくれるらしいんだよな、最終的なやつで。なんか、やると。7、7いいね。5、7。5、7、10。5、7、10、17。5、7、10、14、20。5、7、4。ん？ 5、7、10。14、20。41。41なんてないね。43？7、5、1、1、5、7、8、10、6、4、36、39、38、36、33、30、32、32。去年ね、4等が4回当たってる。
今年は4等1回だけだけど。あと1000円がね、何回か当たってる。7500円ぐらい。平均7500円ぐらい。はぁ。23、24。すごいか？ここら辺をね、だいたい埋めていくんだよ。エクセルのバージョン？エクセルのバージョンいくつだろうね。古いよ。新しいバージョンだと何？もっと画期的なことができるの？ああ、関数が追加された。ああ、そう。微妙に変わるだけでしょ。14、12、19、18。こんな感じ。これが導き出されればいいんだけどな。これをか、導き出すのはちょっと難しいんだね。はい。ご視聴ありがとうございました。これで終わります。